こんにちは、藤本千佳です。今日は生活発表会の出し物でオペレッタを考えている皆さんにおすすめの講座をお届けします。今回取り上げる演目は狼と七匹の子ヤギ。絵本としてもよく知られているグリム童話の一つですよね。生活発表会でも定番の作品ですので、ぜひ取り組んでみてください。もう一回飛んでというように、もう一回という掛け声を入れることもできます。2歳ぐらいになると楽しくジャンプする姿がよく見られますよね。元気いっぱいの子ヤギを全身で表現してみましょう。かくれんぼの曲は振り付けで一本指を出してもいいですね。かくれんぼするものこの指止まれ。ただし骨折に注意してください。全員でギュッと握らないように気をつけてくださいね。この部分はあまり音程を意識しなくて大丈夫です。歌を練習する前に、狼さんってどんな気持ちかな、どんな顔してると思うと子供たちと話し合ってみてください。子供たちのいろんな表現表情を汲み取ってください。ブルブル震える。狼がお母さんヤギに変装しているシーンです。強さを出さずに明るい雰囲気で歌ってみてください。効果音に関しては1小節ずつヒントを載せています。ここは1小節しか載せていませんが、子供の様子を見ながら好きな回数を繰り返して弾いてください。
狼が、もうしない？もうしない？と答える歌です。もし最後の結末を握手で仲直りとは違うようにしたい場合は歌詞を変えてみてください。いかがでしたか？狼と七匹の子ヤギのお話は前半がずる賢い狼との知恵比べ、後半がお母さんヤギが子供たちを助けて狼を懲らしめるというような構成になっています。前半と後半で展開がガラッと変わるので、雰囲気を変える工夫をしてみるといいかもしれませんね。曲の楽譜はホイクイズの無料会員登録をするとダウンロードができますので、この機会にご登録をお願いします。それでは皆さん頑張ってくださいね。また次回お会いしましょう。